皆さんこんにちは。すさまじファムです。このチャンネルは島根スサノオマジックを応援している人のためのチャンネルです。少しずつですが試合の様子や気になるニュースなどファンが盛り上がる情報をアップしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。島根スサノオマジックは10月に開幕する新シーズンを前にホームで B2 のシガレイクスとプレシーズンマッチを行いました。今回はその様子と新加入選手4名の様子を振り返ってみたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。またコメントを一言でもぜひ残してくださいね。よろしくお願いします。初の B1 リーグ優勝を狙う今シーズンはキャプテンの安藤選手をはじめ昨シーズン得点王を獲得しリーグのベスト5にも選ばれたエースのペリン・ビュフォード選手やオーストラリア代表としてワールドカップでも活躍したニック・ケイ選手など主力が揃って残留しています。また今シーズンは新戦力としてパワーフォワード兼センターのハッサン・マーティン選手、スリーポイントシュートが武器のスモールフォワード春山ケビン選手などを獲得し戦力アップを図っています。では試合を振り返ってみましょう。春山選手がスリーポイントを決めて前半は一時10点以上得点を離すなど島根がリードする展開。44対42で前半を折り返しました。シガレイクスも新加入のモータム選手を中心に反撃。後半は一気に点を詰めると一進一退の攻防が続きました。島根は終盤滋賀にリードを許しますが春山選手がスリーポイントを重要なシーンで決めるなど接戦となり残り4秒3点差のリードされる展開の中最後はビュフォード選手が同点のスリーポイントを決め同点で試合を終えました。新加入4名の選手について大橋選手はプレー時間はありませんでしたが春山選手、マーティン選手、ワイリー選手は出場しそれぞれ持ち味を出していました。春山選手は開始早々左コーナーから得意のスリーポイントを決めチームの初得点を挙げるなど活躍しました。特に4クォーターでも重要なシーンでスリーポイントを3本決めた。9分の4、 44% のスリーポイント成功率でした。ハッサン・マーティン選手はニック・ケイ選手が不在、ニカ選手が体調不良で不出場の中新加入選手として最長のプレー時間でした。特にオフェンスリバウンドを積極的に取ることができリバウンドと得点を伸ばしました。16得点、11リバウンドとダブルダブルの大活躍でした。しかし、少し左膝の怪我が心配ですね。ワイリー選手は、フリースローを含めて4点。ディフェンスも無難にこなすなど、マルチな才能を見せました。プレータイムも多くもらっており、今後も活躍が期待できそうです。ビュフォード選手は、18得点、9アシストの大活躍でした。要所で外からスリーポイントを確実に決めるなど、堅実にプレーをしていた印象です。また、4クォーターで逆転のフリースローを決めた。最後、ビュフォード選手が同点のスリーポイントを決めた。プレシーズンマッチとは思えない。シーズンの試合さながらの劇的な展開に会場は歓声に包まれていましたね。ビュフォード選手は、さすがの一言です。今年も中心選手として活躍が期待できます。島根スサノオマジックは、今回、シガレイクスとプレシーズンゲームを行い、順調にリーグ開幕に向けて準備を進めていますね。今後の予定です。16日には、同じ西地区のライバル広島ドラゴンフライズとプレシーズンマッチを行います。そして、いよいよ、10月7日にホームでシーホース三河との開幕戦を迎えます。以上、島根スサノオマジックがホームで
滋賀レイクスとプレシーズンマッチを行った結果と、新加入選手を中心に活躍をお伝えしました。最後に、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。また、コメントを一言でもぜひ残してくださいね。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。以上、すさまじファムでした。